1993年、ドイツの国民的モータースポーツ、DTM に突然参戦し、伝説になったレーシングカーがいる。シリーズ全22戦中14勝を挙げ、無敵を誇ったイタリアの大蛇。その名は、アルファロメオ155V6TR。こんにちは、ヤマトですっていう感じですね。今日はですね、オートモビルカウンシルというイベントに来ているんですけど、もうね、映ってますね。もうね、本当に、ね、ごめん、オープニングの挨拶とかどうでもいいわ。ざっくり説明します。今日はこの車を紹介します。アバルトの古市くんです。あらすじを説明すると、はい、オートモビルカウンシルというイベントに古市くんと来ましたね、はい、でその中で今回 DTM の特別展示がありますと。ドイツツーリングカー選手権でございますけれども、はい、しかも旧 DTM なんですよね、はい、今の DTM なんでね、はい、ITC が一回挟むんですかね、あれは。そうですね、その時にですね、無双しちゃったとある車がいるわけですよ。そうですね、まあ、その無双した車たちを今回展示されてるわけで、はい、まあ、ここにね BM がいたりとか M3 あっちに190がいたりとかするんですけど、はい、やっぱり見せたいのはこれだよね。 DTM ね、すぐヘビアルファロメオ 155V6TI でございます。かっこいいわ。これずるいよな。やばいっすよこれは、うん、そうですね、ちゃんと説明しておくと、はい、今この車をですね見てカメラ回してるんですけど、はい、僕らカメラを回す前にこの車の前に多分もう15分、20分、いや30分ぐらいいんじゃないですかずっと見てたよね、うん、ずっとね、うん、そうやって してたね。マジで動けなくなっちゃったもんね。いやもう根っこが生えるというのはこういうことですいやほんとやっぱ本物は迫力があるな。初めて見たけど、これが1993年の、仕様ということで、ニコラ・ラリーニさんが乗ったですねアルファロメオ 155V6TI なんですね。93年にですね、そのドイツツーリングカー選手権っていうところにですね、突然アルファロメオがやってきたんですね。そもそもこういう BM とか、うん、あっちのねメルセデスとかそういう車たちが戦ってたレースに、はい、なぜイタリアからお前は来たと急に急に来て、全22ラウンド中13勝ですか。そうですね、確かサンニー GTR みたいなことやってるよね。あ、そういうことですよね、うん、本当にサンニー GTR はね出てきた瞬間に負けなしっていう状態だったわけですけど、155くんもですね突然そんなことしちゃったわけですね。市販車はね普通のスポーツセダンなわけですけど、直4と V6 の2つのモデルがあるんですけど、まあ、横置き V6 なんですよね。で FF と4駆があるんですけど、この車はなんと縦置き。素晴らしい、縦置きの V6。 こういうことねそうだね、市販車だとアホやで四駆で無双してしまったというですね、とんでもない車なんですね。ざっと車のプロフィールはそんなところにしといて、多分見てる人はね画角変わんねえじゃねえかって怒ってそうなんで、そう、ね、ちょっとね細部まで見ていこうかなと思うんですけど、もう言葉いらないんだよな、かっこいいんだよ。かっこいいポイントが多すぎて上から降りてきていいかなまずこのかっこいいポイント1、シングルワイパーねそういう感じでポイントいっていくんですか、うん、はい、はいはいはい、そうそう、ピューって降りてきて、やっぱりこのねアルファロメオロゴがドーンといるこのボンネット、かっこいいですね。 DTM といえばこのデクラのねゼッケンですよね。もうね縦は市販車と変わらないじゃない。市販車と変わらないのもかっこいいポイントなんですか、うん、かっこいいポイントですよ。だって、まあ、そうです、ね、スーパー GT の GTR もさ、市販車と変わらない GTR エンブレムついてるじゃないですか、はいはい、プリントでやらないっていうね。なるほどなるほどなるほど、ね、どこのメーカーがプリントでやってるかちょっとね僕の口から口が裂けても言えないですけど、ちゃんとねこういう市販車と同じエンブレムをつけて、でもヘッドライト、さっき古市くんがキュンキュンしてましたね。あ、やばいよこれ。市販車のヘッドライトがね縦にこう線が入ってる、その要は反射するようにね作ってあるわけですけど、こいつはつるんとしたガラスの板切れなんですね。ガラスっていうか樹脂か。でその奥に丸めの2灯が入ってるんですけど、それを少しでも市販車に近づけるためになんと絵が描いてある。すごいですね、すごいこの発想。半分ナスカイ。そうだね、うん、そう、このね縦の下の穴2つ、うん、これはGTA と同じ穴ですね、うん、踏襲したデザイン。あ、 GTA は穴開いてるんですか。GTA は穴開いてます。155のザガートありますでしょ。155は TI ザガートと GTA と両方あるんですよ。はい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 。でそれも開いてますね、そういう仕様になってます、はい、ただもっと正方形だったはずですね。あ、そうですね、はいはい、この子はちゃんと長方形で、もともとのそのジュリアの GTA と同じようなデザインになってるってことですね、はい、そしてこの下アーローアングル。うわ、もう変態だね。いやー、ここよここ。それなー、映るかな、この奥に行く感じのこの曲線がね素晴らしい。もうフォーミュラーか、空力の化け物で、下にさ、うん、鉄板ついてるやん。そうですね、なんなん
これはだからあれですよ、ノーズダイブした時に地面にバチバチ当たって火花を散らしていた鉄板ですよ。ブレーキングでね、あのガツン前沈むんで、しかもこの子ね、顎よ、顎、顎の長さこんだけ出てるんで、ブレーキングしてノーズダイブしたらもうね、リップ当たっちゃうわけですよ。樹脂むき出しだったらブレーキングだけで割れちゃうわけ。なのでこの鉄板をついてガードしてると。 DTM マシンはね、もう火花散りながら走ってるイメージですけど、アンダーガード、そういうことですね。まるでジムニーのようですねいやこのアングルたまんねえなー、マジこれすげえなー、すごい、あの何、千枚だだんだん畑そういうことね、うん、そうだね、だんだん畑だね、うん、しゃくれすぎだろー、かっこいい、このラインだよね、このボディライン、ボコってつけましたみたいなのもまたいいんですよね。そうだね、取ってつけた感、うん、そしてこのホイールの155といえばスピードライン、かっこいい、市販車は5本スポーク、こいつは6本スポークのセンターロックですね。ため息出ちゃう、ため息しか出てないまあ一応ブレーキはブレンボがついてるわけですけど、うん、あのブレンボのロゴ、うん、はいはいはい、はい、見えますか、旧ロゴっていうか、旧ロゴっていうかね、レースブレンボのロゴ、はい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 、でしかもまだほらそこまでさ、うん、時代が新しいわけではないじゃないですか、この車も。そうですね、もう、まあ、30年近い車、はい、29年前の車か、案外その、うん、シックスポットとか、はいはいはい、そういうんじゃないと思うんですよ、あれ、あれ4ポットですね、めちゃくちゃでかい4ポットみたいな、はい、なんかその辺に時代を感じるのと、あとはスリットの数ブレーキのローターやばいよな、これな、オタクしてんな、そこなんだよ、このさボディピッカピカにしてあるのにさ、これ、うん、ホイールだけはさガリ傷が残っててさ戦ってきた跡が見えていいよね。しかもリアは結構綺麗なホイールが、本当、うん、当たってないんだよ、だから、ね、あ本当だ、フロントはバチコチ当たってんの、ハンドル切ってバンバン当ててんだろうな、すごいですね。これは本物のチャンピオンカーですから違いますよね。ここにねお名前がついてますけど、ニコラ・ラリーニさんがね乗ってたやつですね、はい、F1 ドライバーを連れてきちゃったわけですからね。そうですね、もう勝ちに来てるっていうのはまさにその通りですよね、うん、でその後ラリーニさんは、まあ、この辺で勝って DTM やってる時も F1 のシートが、まあ、あったりとか、はいはいはい、ない年もあったりとかするんですけど、基本的にはあとは、フェラーリの F1 とかのテストドライバーを長いことされてたみたいですよ。なるほどね、さすが詳しいね。ちょっと調べてきました勉強してきた、ちょっと調べてきました。 DTM もこっから先はあのどんどん規定が変わってって、このフロントノーズがですね、これはかなり市販車残ってますけど、どんどん低くなっていっちゃうんですよね、はい、スーパー GT がまさにそうでしたけど、はいはいはい、ぺったんこの形になってしまって、ね、まるで別の車になっちゃうんだけど、うん、イエガーマイスターカラーとかね、マルティニカラーの155のプラモが大体そんな感じ、はい、そうですね、まあ、すごいどうでもいい豆知というか僕の話なんですけど、はい、あの僕人生で初めて操作したラジコン、これどれ、これこれ155 V6 TI をじゃあ初めてドライビングしたということ。そうですね無理やり盛り上げたけどのどうでもいい話だったから。ちなみに僕の初めてのラジコンは、うん、カストロールトムスーパーですね最後の方の36番。あ、そうです、もちろん36番。はい、どうでもいいでね、あとね、ここにねバネがついてるでしょ。この車ね、エンジン見ようってするとね、フロントカウルが全部取れちゃうんですよ。だってさ、あのボンピンの位置を見てよ、クローバーの上にボンピンがあるもん。あんなところにあるのおかしいでしょしかもただのなんか超ネジみたいなやつだしこれがね開くと、あの、はい、ど真ん中にねその縦浮きのエンジンがあって、それね、うん、インテーク側にね巨大なチリ取りみたいなのがついてるわけですけど、で本当あのレプリカ作る人は多いけど、これは作りたくなるよね。これは作りたくなる。ちょっとリア行こうか、リア行こう行こう。あ、そうそう、あの 190E もいるんですよもうちょっとさもうちょっとさ、 190E もいるんですけど、もうちょっとやってあげようよ。そんなこと言ってる場合じゃないのよ、もうこの車を前にしたら。はい、こちらがリアビューでございます。なぜ4本出しなのかっていう話をねさっきしてたんですけど、してましたね。ね、あそこから火が上がりますからね。だって隣のさ、はい、右側の、まあもうエヴァさんあんま映したくないかもしれないけどいや、そんなことはないよ。190なんかは2本出しですよ、2リッター。そうですね。で、あっちは15があって、別にそんな4本もいらないはずなんですよ。なんでっていう、暴走族だったんじゃないかな。だからもう竹槍なんだよ。竹槍だよね、これはね確実に竹槍だし、フロントは出っ歯だし。そうだね、純粋にもう街道レーサーやってんのよインターナショナル街道レーサーなの。市街地コースでやってたしな。そうだな、街道レーサーよ。あとこのウイングね、かっこいいのはね、これもね、皆さん真似してつけてらっしゃる方多いですけど、カーボンでつけてる人は少ないけどね、このフルカーボンですね。だってねえもん。レプリカの FRP はいっぱいヤフオクとかでも売ってるんだけどね。はいはいはい。あとね、あの給油口があった場所にエアジャッキと
ガチョンがいるんですね、こんなとこにね。フェンダーもさ、こんなにマッチョになっちゃって。まあそうですね、世代で言うと多分みんなお世話になったのはグランツーリスモ2かな。いや、グランツーリスモ2お世話になった人少ないんじゃない、もうもはや。本当にこれ確かプレゼントカーでもらえてさ、しばらく無双できる車だった気がするんだよね。僕プレステ2からなって、グランツーリスモ3やって4やってみたいな感じのスタートの、まだ30歳ですけど、はいはい、になるので、僕より若い人が見てたら、うん、もう知らないのグランツーリスモ2だ。そうですか。僕君と3つしか変わらないけど、ちゃんとグランツーリスモ1からやってて、2で初めてこれが出てきてね、さっき言った通りそのラジコンの下りがあったから、まあ、乗ってみようと思って選んだら、大体の車タコメーターが8000くらいまでしか切ってないわけですよこいつ1万6000だから1万8000まで切ってあるんだよね。ちなみにエンジンのスペックが確か1万1500回転で420馬力ぐらいみたいなスペックだったと思うんですよ。1500回転なんでフォーミュラーカーっすよね。本当にこれYouTube でね、いろんなので結構走ってる映像あるんで、はい、みんな見てほしいんですけど、マジで F1 の音するからね、ファンファンファンっていうし。でしょうな。このマフラーもさ、上に向いてる、はいはいはい、だって騒音だっていう話、うんうんうん、じゃないですか。そうですね。なんかそうは言ってるけど、うん、俺多分空力だと思うんですよ。ボディのこの後ろ側、うん、やっぱ空気溜まっちゃうじゃないですか。そうですね。でその溜まるのをやっぱ排気でこう上に逃がしてあげる、逃がしつつそのリアウィングの効果を出すみたいなことはやってんだろうなとは思うんですよね。だあれと一緒っすね、あのブローンディフューザーとかと同じような理屈ですよね。そうですね、そうですね。 DTM ってさ、キャッシュの殴り合いレースだからさ、はい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 、まあ、こっからあの電子化が進んでっていろんなびっくりドッキリメカが生まれるわけですけど、そうで将来的にはあのラジエーターのね、あのオーバークールを防ぐために車内からスイッチを押すとラジエーターが半分閉まるよっていう謎のラジエーターシャッターという機構をつけて、車体仮面の空気をなんか流れを変えてグランドエフェクト化するという狂ったね仕様をしてたりとか、ダウンフォースの量を調整できたんですよね。そういうことです。あるアルファは昔からその辺の空力うるさくて、あのブラバム BT46 という車ご存知でしょうか。わかんないですね。出してください。あのポンっつってね、あの F1 なんですよ、はいはい、F1 なんですけど、この後ろのところに扇風機がついてる。あ、はいはいはい、それがあのラジエーターファンだという話なんですけど、実際は外に向けてこう冷やすように扇風機がついてて、車体仮面の空気を扇風機で外に吸い出すという。なるほど。じゃあもうシャカラルだ。あ、そういうことです、そういうことです。ファンカーだ。ファンカーです。でそれやると、それがなんかそのまま見えちゃうと怒られそうだからって、羽の向きでバレちゃうじゃんね。だから車検の時はあのバケツの蓋をそこにかぶせてごまかした。ザルな車検が。あの早すぎたせいで一戦限りで終わったはずです確か。でもまあこれだってその後いろいろこう、まあ、進化していくわけじゃないですか。はい。だけどこの頃からおかしいわけじゃん。そうですね。四駆になってんだぜFF の車がエンジンの向きは横から手に変わりそれが四駆になり、はい、でも割ともうすでに意味わかんないことしてるわけですよね。そうですね。だからなんかこの速いだけじゃなくてロマンの車なんだよな。ロマンありますね、レーシングカーなのに。かっこよすぎるな、横、斜め横だけど。こっちからの角度で見ると一番言わなきゃいけないのはドアの蛇の激墜マークですか。激墜マークじゃないですか。かっこいい、かっこいい。10個もついてる。マジであのルール違反の車作らせたら天下一品だからな、アルファアルファオーナーがなんか言ってんぞ。いやいやいや、もうだってさ、これもそうだしさ、その昔の GTA とかもそうよ。軽くするためにさ、オールアルミにしてさ、ツインスパークにしてさ、マグホイール履いてさ、もう周りの車からしたらさ、いや勘弁してよっていうものを作ってるわけですよ。やりすぎてますよね。そうそう、そもそもが今だったら DOHC なんて当たり前ですけど、シングルカムで排気量を大きくして速くするって言ってた時代に、早々にツインカムにしたのがこのメーカーですよ。でも無駄じゃね、ツインカムで作った方が速くねっつって。まあ多分そういう自分かっこいいみたいなのは絶対あると思うんですよ、アルファロメオ。はい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 。真っ向から勝負しない、うん、違うところからカウンターで行って、うん、もうぶち勝つみたいなそこに多分ロマンを求めて、うん、それが成功した形がこれだと思うんですよ。そうですね。そう、まさに多分いっぱいアルファロメオ失敗はしてると思うんです。はいはいはい。なんかカウンター攻撃で大成功して伝説になってるのがロマンがありますよね。そうですね。でもな、155もな、 V6TI のこれは速かったんだけどな、 JTCC に出てる155確かそんな速くなかったんだよな本当にね、これを
生きてるうちに生で見られたのは嬉しいな。しかも本物をね、レプリカとかじゃなくてね。嬉しいですね。ぜひ走ってるところをやっぱり見たいけど。なんかで走らせないんですかね、こういうのって。どうなんでしょうね。てかこれ今回日本にあったのかな、持ってきたのかな。まあ一応ですね、見てる方はですね、結構この 155V6TI で検索するとヒルクライムイベントとかでマルティニカラーとか走ってたりするんですよ。それがね、とんでもない音で走ってるんで、ぜひ見ていただきたい。あれはやばい。あれやばいよな。あれやばい。だって音だけじゃ何の車が来たか分からん。それなんでしょ。箱のやつが来たって。あ、オープンホイール来たのね、遠くからねっつったらこれが出てくるから、ね、そうゾンダンみたいな音してる。あ、分かる。それ管楽器ですね、本当にね。いやー、いい車見れちゃったわ。ここまでだってもうこのイベント1時間以上練り歩いてるのにさ、155の前で今カメラ回して23分なの。マジっすか、はい、で僕らさ、その前にさっきからずっと見続けてるわけで、はい、多分1時間ぐらいここから動いてない、ね、昼回ってるもん。マジ本当だ、1時回ってる。僕ら10時には来てましたよね。そうですね、10時に入ってますよ、ね、練り歩いてここに1時間います、ね、それだけ人を引きつける魅力があるわけですよね、きっとね。ですね。 でも本当にこの資金の殴り合いレースって言いましたけど、やっぱこの市販車を改造して戦うレースっていうのがやっぱすごく好き で今さ、今の DTM クラス1規定から GT3 になっちゃったじゃん、もう、はいはい、もうクラス1規定もそもそも市販車じゃねえし、 GT3 に至ってはさ、もうそれはレーシングカーだし。確かに。でやっぱこのね、市販のボディを使って速い車を作って、メーカーたちが資金の殴り合いでびっくりドッキリメーカーを出して戦うレース見たい。ない現代に、まあ、メーカーのその しのぎを削ってっていう感じじゃないけど、やっぱツーリングカー、そうですね、世界は面白いですよね、うん、WTCC とか、はいはいはい、あれがツーリングカー最高峰ですけど、結構 YouTube 見てる人とかはオーストラリアとかの、はい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 、なんかわかんないけどアメ車と例えばシビックとかがめっちゃいい勝負してるみたいなやつとか、インプロオブドストックカーレースね。あの辺とかね、あれめちゃめちゃ面白いですね。たまんないですね。あの AE86 に 3S を積んでシビックとバトルしてるやつとかね、はいはい、ああいうのとかね、ああいうの見たいよね。日本にはねえんだ、なんでか知らねえけど。そうね、なくていいんだよ日本は。いいよ。でちょっとね、あのこれだけ撮ってるとね、あの本当に怒られそうなんで、ちょっと190と M3 も触れていきましょうかね。ついでみたいなのが一番失礼だ。もうだって俺あれに恋しちゃってるもん。今日本当にここから動きたくない。俺もちゃんと撮るとこあるからね。じゃあちょっと 190E に関しては古市君に語っていただいて。語れないけど。まあこのホイールやっぱりさ、 DTM といえばこのホイールだ。ディッシュブレーキの冷却とか大丈夫なのかなと思いますよね。思いますね。で思うんだけど、それが実は大丈夫なのがやっぱりフロントバンパーの、あのシェルって書いてあるの右側オレンジのダクターでしょ。そうですね。あれはもう完全にブレーキにいってるわけですよ。レーシングカーって基本的にそうなんですけど、風は何かに使う以外の入れ方をしないんですよ。だから真ん中のあれラジエーターかなのところはラジエーターにだけ当たるように漏れないようになってるんですよ。でそういうところはちゃんとレーシング化してるのにもかかわらず、その上のグリルみたいな結構ガバガバに開いてるんですよ。あれこれがやっぱり技術の進歩の途中だったりなツーリングカーだなって思わせる研ぎ澄まされたところと、うん、ツッコミどころみたいなのがそういうのがあるのがこの時代のレーシングカーとかラリーカーと、はいはいはい、面白さ。なるほどね、うん、だと僕は思うんですよ。だから突っ込みたくなるんですよ。えっていう、そんだけこだわってってんのにそこはみたいな、ね、もうちょっとできたよみたいな、その辺が面白いんですよね。バイカーのレギュレーションは多分あったんだろうね。だってそうね、きっと。それで言ったらさ、あの突起物に当たるベンツエンブレム、はい、いらないよね、うん、あれなんかめちゃめちゃ空力悪そうですもんね、うん、邪魔でしょ、あそこで乱気流になっちゃう、うん、ミラーがさ何これ、若干キモいよ。照明も相まってね、なんかちょっと不思議な形になっちゃってるけど、この車だとね、一応距離が近いから車内も見えますね。シフトノード青アルマイト、クスコンなんですか。それ言ったらあの運転席のところのヒールプレートもクスコンなんです。っていうかステアリング、そんな市販車みたいなステアリングだったんだ。うん、これはどうかわからない。変えてんのかね。可能性はあるっすね。でもダッシュボードはね、市販車の雰囲気残してますからね。あとドアの内装、内張り、はいはい、見えますかね。もうちゃんと生地が、普通に生地が残ってるんですよ、うんうん、これってでもレギュレーションでしょ。なんすかね、内装、インパネとドアは純正じゃないといけないみたいな、うん、そういうのだった気がします。年式がね、今回3台、これとベンツとアルファと年式が違うから、多分レギュレーションもどんどん変わっていっちゃってるんで。そうですね、違いには言えないんですけど、うん、跳ねよ、巨大すぎんか。これトランクはカーボン。あ、そう、目見える？目が見えます。ウィング、こっちは何もできないけど、うん、下は破片になってる。本当だ。これは多分エボ2で、市販車もこれだったはずですね。なるほどね。ツーリングカーの化け物って感じだな。かっこいいね。
BM 行きます。 BM じゃ行きましょうか。お次が BMW の M3。 うわー、雑誌でしか見たことない。 DTM の87年、だからまあこの3台の中で一番古い車。グリル赤い BM ちょっとキモいな。なんか見慣れてないですよね。ね、うん、なんかこうゾワゾワするよね。そうですよ。でもこの他の車たちって、うん、あのツーリングカーが、はいはい、まあ、サーキット主戦場でずっとやったんですけど、はい、M3 はロスマンズカラーでダブルRC でさえとか、はい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 、するので、まあレギュレーションなんかも出れたレギュレーションだったと思うんですけど、サーキットだけに特化してない車っていうのではこの中で一番多方面で活躍したんじゃないかなって僕は思います。まだ87年だとブレーキがまだドリルド、ね、はい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 、スリットにドリルド、まあ、両方入ってる、両方入ってる感じだね、はい、これでだからまあヒビとか入るとかそういうあれでスリットだけになっていく。やっぱりこれは白いシフトノブと、これね、ジュラコンのシフトノブとタコメーター、見えるかな、見えるかな、ギリギリかな、スタック、スタックね、これよ、しかも傾けてます、それこれですよね、やりてー、男の子の夢よ、夢よね、必要なその回転位置が真上およびちょい右ぐらいに来るからね視認性がいいところに来た時にシフトチェンジすれば良いと。すごいよ、これガーニーフラップと言っていいのでしょうか。ガーニーフラップではないよねこのサイズになると2段バネだもんねこれね。あのマフラーの感じとかは普通に改造車感ありません、うん、そうだね、あの太さ、あの出口、レーシングカーというか改造車って感じしますよね。する、ただやっぱりその有効行というかなんか2つ鼻の穴開いてますけどみたいな。すごいね、おじさん子供に帰ってますよ。いやそれは山津さんですよそうだってもうこれ一応見た時もうなんかなってゾンビみたいな動きしとるはーってなりながらスーってね近づいてちゃいました。呼ばれてるかと思ったかっこいいっすわ。いやーこんな車両の展示が見れるイベントはなかなかないよね。さっきからいろいろ周りのお客さんとか見てるんだけどさ、はい、この車の前で止まる人おじさんばっかりだもんねそうっすね、うん、わー86みたいな雰囲気ないもんね。でもそれでいいのよ。でも僕らは多分すごい好きな人たちだから、うん、この良さを なるべく伝えないとね。そうですね、こういう車がいたんだぞというね、そういうイベントですから。そうですね、今日はオートモビルカウンシルヘリテージですからね。というわけでですね、今日はこのオートモビルカウンシル幕張メッセでやってるイベントに来まして、 DTM の名車たちを見まして、もう本当にね、本当にあと1時間ここにいられる、いられる、うん、マジでずーっとうろうろしてられる、いられる、車の周りをぐるぐるとっていうぐらいね、やっぱ歴史的な名車だし憧れの強い車だなと思いました。僕は持ってませんが、グランツーリスモ7にこの車収録されてるらしいんで、ぜひ皆様楽しんでいただいて僕の代わりに疑似体験してください。いやーほんとね、なんかこういう歴史的な名車が見れるイベントは今後も行こうかなと思ってますので、引き続きヤマトチャンネルのイベントレポートにご期待ください。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならな。さよなら。さあカメラ止めてもう一回見るぞ。押す。チャンネル登録と高評価。